椿大和、知識量や指示は抜群だけど実力が全く伴っていないギタリスト。音楽に対する志は俺たちとは全く違うけど、フータにはそんなの関係なくって、例によってフータの勢いと思いつきで風来のヘルプとして加わることになった。はぁ、ダーケンタイ、ここはノリで引っ張った方が盛り上がっけ。いや、ここの演奏を適当にしたら曲全体のメリハリがなくなるだろう。オーソドックスな進行にしてノリでやった方がいいと言いたいんだろうが、一般的な進行でテンポが出ない。ここは2小節目に Gm7 をかませて。なあ、何倍言えるか一丁わからん。また始まった。毎日毎日よく飽きないな。メリハリ以前によ、そもそもお前ちゃんと弾けてねえだろうが。否定はしない。俺が弾けるようになるためにも今は進行をきっちり決めてやるべきだ。ちくしょう、開き直りやがった。バッテンさ、楽しさってのはバンドとお客さんみんなで作り出すもんやろ。その場のノリに合わせて変えていった方が絶対盛り上がると思うよ。お前のはただ適当にやっているだけで、客に対して逆に失礼だ。それにお前のアドリブに俺だけ追い切れてないならともかく、他のメンバーも追えていない。そこは気合と根性でなんとかすんだ。だが、もうその辺にしときなって。ヤマトの言うことももっともだよ。練習くらい決めた通りにやるべきなんじゃない？あったよ。葵が言うんならしょんなか。よし、もう一回最初っからやるばい。進行どころか、そもそも曲が変わってないか。ごめん、楽しくなってきちゃってつい止められんかったばい。でもやっぱこっちの方が楽しくなかね、ヤマト。あれ、まともな練習にならない。これじゃ曲の完成度が下がる一方だ。こんな状態で人前に出るなんてとても考えられない。だから気合と根性でなんとかすんだろうが。それが風来流なんだよ。はあ、なんですぐ喧嘩腰になるんだよ。なあ、一つ提案があるんだが。お、なんね、小兄ちゃん。ヤマトに慣れてもらう意味も含めて、イベントの前に一度小さめのライブやらないか。ちょうど知り合いのライブハウスに近々空きがあるからやらないかって誘われてたんだ。おお、よかね、それやるばい。こんな状態でか。心配すんなって。ライブをやれば絶対にヤマトも楽しさがわかるけん。まあ、ヤマトの不安もわかる。とにかく今はライブをやってみてから考えてみるのもいいんじゃないか。わかった。これ本当に大丈夫かな。くー、やっぱこのライブ直前の高まる感じたまらんね。なあ、はよ始めようや。落ち着けよ、フータ。セットリスト確認できてるの？ヤマトにとって最初のライブだし、ちゃんとやらないとな。わかっとるって。
お客さんもヤマトもしっかり楽しませるばい。よし、じゃあ始めっか。しょっぱなからとちんじゃねえぞ。よし、行くばい。サンキュー、アンガトナ。みんな楽しんどっと。俺らも楽しか。フータのやつ、最初からいつも以上に飛ばしてる。さすがに張り切りすぎだろ。慣れてる俺たちでもギリギリ。ヤマトはついてこれてるのか。よし、もっと上げていくぞ。次は根曲ばい。この曲、これラストでやるはずの曲だろ。ああ、もうなんとか終わったけど、あの野郎切れんじゃねえか。まだまだ休んどる暇はなかよ。もっともっと上げてくばい。じゃあ次は加減にしろ。え、なんね。いい加減にしろ。ヤマト、おい、お前らライブ中だぞ。盛り上がりだけ考えて、テンポも無視、曲調も無視、挙句セットリストも勢いで変更。お前の自己満足に付き合わせるな。なんね、みんな楽しんどるやろ。俺は楽しくない。全く楽しくない。これが風来舞。ヤマトだってきっとすぐに。押し付けるな。誰もがお前みたいにできるわけじゃないんだ。どうせ俺は一時期のヘルプなんだ。お前のやり方をいちいち押し付けるな。それにこのままここにいたって、ここに俺の居場所なんか。ちょっと待たんね。サイドガン意味ね。居場所とかどうとかどうでもよか、知らん。俺はただみんなとヤマトと楽しくやりたかだけばい。みんなとみんなで音を楽しむ、そいが音楽ってもんやろがなあ。これで最後の客がはけたか。じゃ、ちょっと俺店長に挨拶してくる。ライブ中断で迷惑かけちゃったしな。コウ兄ちゃん、俺たちも来るな。また喧嘩されたらたまらないからな。多少なりとも気にしてるんならそこで少し話し合え。じゃあな。あれ、店長に怒られるよね。俺はスカンバイ。怒るのも怒られるのも。好きなやつなんていないだろ。怒るのは疲れる。じゃあなんでさっき怒ったんね。ライブ中でみんな盛り上がってたやろ。それはお前が勝手に瀬取りを。おい、また喧嘩始めんのか。おい、いだ
なんだ？お前らいい加減にしろよ！風太、これが風雷のやりたいことなのかよ。ヤマト、何のために風雷に入ったんだよ。葵、俺は風雷が好きだ。そりゃ技術は全然足りないけど、どのバンドより盛り上がれる。他のバンドよりも未熟だけど、他のバンドよりお客さんが楽しんでくれてる。俺たちとお客さんと一緒になってライブを作ってるって感じが大好きなんだ。そんな風雷が俺は大好きで。でもさっきのは違うだろ。なんだよ今日のは。なんなんだよ。風太は客しか見ないで盛り上げるだけ。ヤマトは自分しか見ないでさっさと演奏を諦める。周りの俺たちもお客さんも戸惑うだけで、最後は誰も笑ってないまま終わって、そんなライブ風雷じゃない。葵、行くんじゃねえよ風太。でも今お前が行ってもややこしくなるだけだろうが。俺が行くから来るなら後にしろ。たくしゃねえな。葵、ヤマト、葵んかを見たね。ああ。葵ってさ、めっちゃすごかとよ。余歌曲作るし、演奏もうまかし。俺が走っても怒りながら何とかしてくれるし。なのに、最後には笑ってくれるし。そうだな。練習中もずっとそうだった。せやろ。あいつ、ちっちゃか頃から、そがん感じよ。そがん葵が、泣いとった。風雷っぽくないって、泣いとった。あいつがライブやって、泣くなんて。それは、俺の、せいだ。違う、俺のせいさ。今日の俺、ちゃんとお客さんば見とらんかった。ヤマトに楽しんでほしかっていう自分勝手な思いにとらわれとった。そんで他のメンバーとかお客さんのこともスコーンって頭から飛んで、とにかく楽しくやらんばってやりすぎて、結局誰も楽しませられんかった。ごめんヤマト。謝るのは俺だ。俺は自分のことしか考えてなかった。自分の実力不足を棚に上げて周りを責めてた。だからライブでは俺だけが風太に合わせられなかった。俺だけがすぐに諦めて置いていかれた。俺だけがあの場で手を止めてた。それが情けなかった。悔しかった。その苛立ちをお前にぶつけた。悪かった。ああ！フード、やめややめ。もう互いに謝るのやめ。これ全然楽しくなか。そいよりも次にイベントのこと考えるばい。次は絶対にヤマトも楽しめるライブばする。え、どうしたと。俺はこのままイベントに出ていいのか。当たり前やろ。なんでだ。俺は問題しか起こしてないのに。
だってヤマトもスカが大好きなんやろ。あんイベントに出たかくらいやもんな。俺も大好きなんよ。スカはなんかみんなが笑顔になれる音楽やけん。だから今度こそ俺約束するばい。次んライブではみんなを笑顔にするって。フート、なあヤマト、一緒にやるばい。一緒に演奏して思いっきり笑うとよ。俺だけやなか、風来のみんな同じこと思っと、笑顔でやろうって。笑顔、今のフータの笑顔見覚えがある。俺が初めて見たスカバンドのライブ、あのボーカルと同じ屈託のない笑顔だ。最初はただ圧倒された。その演奏の凄さに、ライブの迫力に。だから俺は同じように上手くなりたくて、同じような音が出したくてギターを始めた。けど俺が本当に欲しいのは、あの時俺が感じた気持ちだ。あの時自分も笑顔になったあの気持ちをもう一度味わいたくて。俺は、俺はスカが好きだ。技術はもちろん必要だとやっぱり思う。でも上手いとか下手とかそんなのを超えて、俺を笑顔にしてくれたスカが俺は好きだ。そんな音楽ができればと。できればじゃなか、やるんよヤマト。こっから俺たちと一緒に。いいのか。当たり前たい。本当、お前は。なんね。いや、なんでもない。それより行こう。え、どこにね。葵に謝りに。なんだ、あんまり気にしすぎんなよ。フータの悪ノリは今に始まったことじゃないし、こういう時もまああんだろ。まあね。ヤマトのやつがいくらド下手くそでもよ、さすがにあれについてこいってのは厳しいよな。あれ、美咲、ヤマトをかばってるの。別にかばっちゃいねえよ。ただ初っ端のライブであれはきついって話だ。しかし、フータのやつどうしてまたあんな無茶しやがったんだろうな。ヤマトに見せてあげたかったんだよ、自分が見ている風景を。スカが好きなくせに楽しくなさそうなヤマトに見せてあげたかったんだと思う。美咲も一緒だな。よし、行くぞ謝りに。でも、なんて切り出すと。そりゃまずはごめんなさいか。よし、ヤマトが先に行って手本見せてくれん。こういう謝罪はバンドのフロントマンの仕事だろ。そがん理屈聞いたことなかよ。行けさヤマト。いや、フータが。ああ、お前らまだ喧嘩してんのか。コウ兄ちゃん、喧嘩は終わってる。そのいろいろ迷惑かけてすみません。あは、終わってるならもういいって。店長も元気があってよかって許してくれたしな。それよりあっちが先なんじゃないのか。これから謝りに行くんだろ、葵に。
なんでわかったとね。わかるよ、お前の考えてることくらい。ほら、さっさと行った行った、ヤマトも。よっしゃ、行くばい。ああ、やれやれ、これからもっと騒がしくなりそうだな。